皆さんこんにちは。今日はセリアとダイソーの購入品紹介になります。あと最後にお菓子パレットというものを作ったので、そちらをちょこっと紹介したいと思います。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはセリアさんからで、セリアさんは2点だけなんですけど、こちらです。レインボーテープオーロラ、こちらを買ってきました。これちょっと最後に伸ばしてみたいと思います。続いてはこちらです。で、マスクを買いにティッシュとかのコーナーに行ったら、これが置いてあって、なんだろうと思ったら、ボルト型ティッシュケース、これ市販のティッシュを筒状にしてボルトに入れる、上から出すという筒状のティッシュケースですね。結構これ取りやすくて、これは後で使います。こんな感じになっていて、意外とすんなり取れて、ボルトもすごくおしゃれなので、これホワイト買ってきたんですけど、ブラックもありました。この後ろからティッシュを入れるみたいです。リビングに置いとくのもインテリアとしていいなと思って、こちら買ってきました。でセリアさんでの購入品は以上になります。続いてダイソーさんで、まずこちらです。これはホイールペーパーテープ、全部ホイールペーパーテープって書いてあるんですけど、オーロラとピンクとキラキラの3種類買ってきました。これは全てジャンコードは同じです。あと続いてこちらです。ミニカード、これも桜の品物が結構出ていて、すごいピンクのピンクゴールド、なんていうんですかね、ちょっとこのツルツルの素材で、ピンクこんな感じで、このシールがついています。こんな感じですね。こちらとメッセージカードなんですけど、こちらのダイカットメッセージカード30枚入りのうさぎちゃんです。続いてこちらです。両面メッセージカード春、こちらになります。うさぎちゃんの方はこんな感じで、猫ちゃんの方がこっちは両面に印刷されてます。あと続いてはシールなんですけど、こちらです。 YouTube で紹介されてる方がいて、すごく可愛いなと思って、これは香り付きラッピングシール、香りがついています。こっちがミントの香りで、こちらがいちごの香りです。あとこの他にあと2種類ありました。レモンかなんかちょっと忘れちゃったんですけど、4種類ありました。こちらとこちらです。続いてはこちらです。もっちりフレンドシールの猫とうさぎを買ってきました。これはもうリピ買いなんですけど、すごい手帳にも最適だし、この絵がとても私可愛くて好きなんです。
こちゃんです。スマイルシールです。これも手帳用ですね。続いてこちらです。これは星とか月のシールです。すごいたくさん入っているので、これも手帳ですね。手帳用です。続いてこちらです。これはハートでゴールドがたくさん入っています。これもすごくたくさん入っていて、これかわいいですね。こちらとラストがこの寄せ書きステッカー。これは全部柄が違うんですけど、まずはこちらの星ですね。これは星の卒業シーズンのあれが寄せ書きとかがたくさん出ていました。これ星のシールが今日18人分って書いてあるので18枚入ってますね。こんな感じです。こちら。こちらと、これが星です。続いてが、これ何ですかね。バルーン。18人分です。このバルーンの風船が18枚入ってます。私はほぼ日用に使うんですけど、で最後がこちらのハートです。使い方は色紙に貼るみたいです。色紙は別売りと書いてあったので、色紙にこんな感じで これもハートが18人分と、以上が今日の購入品になります。マステなんですけど、こちらとこちらはもう2個ずつ買ったので、キラキラとオーロラのやつはこんな感じです。すごいキラキラです。このピンクを伸ばしたいと思います。
続いてこちらのさっきのセリアさんのレインボーテープを伸ばしていきます。以上になります。続いて昨日正金 TV の正金さんが作られていた、正金さんはチョコパレットというものを作っていたんですけど、私はこちらを作りました。お菓子なんかこういうぷっくりシールずっと何かに使いたいなと思ってたので、手帳とかにはちょっとボリュームがあるので膨らんじゃうと思ったので、こういうケースに貼るとすごく可愛いです。粘着力があんまないですけど、このお菓子なんですけど、お菓子パレットといって、自分の好きなお菓子をこんな感じでいろいろ詰めていくだけなんですけど、なんかこれ見てるだけですごく幸せになります。これほとんどダイソーさんのお菓子です。これもダイソーさんのグミで、これもダイソーさんのグミで、これはパインチョコって書いてありました。これはダイソーさんではないんですけど、こちらもこれダイソーさんで売っていたサンリオのチョコです。キノコの里、お菓子パレットって検索したら結構いろんな方が紹介されていて、みんなどれも可愛くやってました。私はこんな感じでグミを多めに入れてみました。もうちょっとちっちゃい、これはセリアさんで売っている、なんていうんですかね、こういうの収納のところにあったプラスチックの容器なんですけど、これを洗って、洗っただけでちょっと心配だったので、ここのカップを下に引いて、こんな感じで自分の好きなお菓子をたくさん詰めてみました。これだったら持ち運びできるので、もしどっかね、車でドライブとかなったら、これ持ってって、おやつ。可愛くないですか？ちょっとちっちゃいこういうパレット買って、本当にカバンに入るようにちっちゃいのでも作りたいなと思います。お菓子、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。